運気爆増はい、というンチャンネル始めていきたいと思います。10月9日月曜日。はい、えー、3連休のね、最終日ですけれども、まあうちは振り返りで、えー、お休みでしたということで、まあちょっと前後しますけども、えー、明日ね、話そうかなと思ってたネタですけれども、ちょっと新鮮なね、旬なうちに、えー、話していきたいと思いますということで、えー、なんと、えー、アルバイトのね、えー、面接が終わりまして、えー、もう即採を、え、決めました。 で、25日、10月のね、25日から、えー、来てもらえることになりまして、えー、普段だったらね、あの、研修も別日にやって、えー、で、えー、初日いつにしようか、っていう流れなんですけども、25日に、えー、もうね、4時から来れるということなんで、あ、じゃもう、そのまま、研修ね、1時間受けてもらって、で、そのままね、あの、デビューしてもらおうか、っていうね、形になりました、ということでね。はい。えー、昨日ね、 えー、ここみちゃんがねトリマンに降臨してくださってですね、えー、超一流のね、えー、運気ね、えー、を、えー、いただきましてねお裾分けし,していただきましてね、えー、まあね本当に私の、ね、運気も爆増しまして、えー、もうねあのキングダムのね歓喜よろしくで全部うまくいくというね流れになってきたなということでねいややっぱね、えー、木村家のね金卓、えー、一家のね日本最強のねオーラを お裾分け、ね、していただきましたからね、これはすごいなという、ね、流れになってまいりました。で、今日ね、たまたま、あのー、たまたまというか、今日ね、これ、あのー、面接に、ね、来ていただいてくれた方は、あの雑誌見て、求人誌を見てとかじゃなくて、えー、たまたまね、あの目の前、うちの前を、ね、歩いててで、求人出てるからっていうのでね、それで、えー、先週ですかね、あのー、声かけてくださった方で、大当たりでしたね。これは あと1年ね、えー、3月、まあ、今3回生だから、えー、1年、まあ、就活もあるんですけどもね、あと1年働けるということなんで、ああ、ちょっと一息つけるなという感じでね、で、なんと、えー、一緒にね、あの先週歩いてたね、もう一人の方も探しているみたいな話だったんで、で、あと、サークル等にもね、所属されてるそうなんで、えー、後輩等のね、えー、流れも、 もしかしたら期待、ね、できるかもしれませんから、まあ、そのいいね、なんかこの循環ね、ねサ,サイクルができそうななんか予感がね、まあ、それもこれも、えー、今度ね、その子が入ってね、う、え、ち、ー、をねおすすめできるようなね、えー、感じに思ってもらえなければね、まあ、そういう良いスパイラルも行いは起こらないわけなので、あちょっとね、あのー、うちの店をね気に入ってくださってね、働きやすい職場だなとね、 思ってくれたらいいなと思うわけなんですけれどもねはいこの度ね、えー、採用決まった子はねすごい、まあ、音楽関係でね、えー、ちっちゃい頃からねピアノをやっててでドラム以外はね全部できるっておっしゃってたんでね楽器できる人をねめちゃめちゃ尊敬する、ね、してますのでこれはなで型ロックフェスね出てほしいなっていうぐらいのね、逸材やねえかと、ね、思いながら。 えー、もうなんでもう就活せんでいいんじゃねえのっていうようなね話をしててもうなんかね才能の塊みたいなね子、えー、だったんでほんでもうんかその才能からね溢れ出るカレー金の匂いを嗅ぎ分けましてね私商売人なのでいやこの子もう普通に自分で食っていけるやろうと思いながらね、えー、なんで就職するのっていうようなねもう思ってしまったんですけれどもね、えー、なんかね、えー、自分で全然普通に 食っていけそうなね、えー、感じがするんですけれどもね。まあ、就活はね、一回やった方がいいと思いますけれどもね。で、まあ、就職もね、一、まあ、回はした方がいいと思いますので、まあ、だね、就職経験ない私が言うのもあれですけれども、いや、一回ね、大きい組織の中でね、あのー、その組織の中身をね、勉強するっていうのはね、結構大事なことだ,だと思いますし、まあ、就活中じゃないと聞けない情報とかね、えー、直にその大手企業の まあそういう人事の方とかね、まあ、会社の話をね、えー、直接、えー、聞けるわけなんでね、生の声を聞けるわけなんで、それは結構ね、貴重な、えー、経験だと思いますけれども、ちょっとね、あのお話聞いたら、まあ、コロちゃんカーでもね、えー、もうリモートの面接がデフォ、ね、結構当たり前になってきてるっていう話を聞いてたんですけれども、ちょっと今のね、今日来た子に聞いてたら、いや、もう、なんやったらもう、リモートで決まるパターンもある。 みたいですよっていうね話を聞いてああもうね、あのー、2次面接3次面接まではリモートでやって最終面接とかねその1個手前ぐらいは、えーね、本社に来て面接みたいな役員面接みたいな、えー、形なのかなと思ってたらもうもっと進化しててもう全部リモートで OK よっていうのね時代になってんだなと思ってねああ就活に金かからないし何だったらねその時間もねあのー 移動の時間とかもね、節約できるから、金も時間もね、かからない就活ができて、今の子は羨ましいなぁとね、思いましたね。はい、ということで、えー、めちゃめちゃね、えー、個人的にはねあ、うちの店に合うんじゃないかなっていうのをね、こう、採用することがね、できましたし、来ていただけることができましたけどね、あー、ちょっとね、首の皮1枚繋がったなぁということで、とりあえずね、1人確保して、まあ、週3から週4、 まあその不要のね、えー、絡みがあるんであとね、えー、3か44、まあ、入れるかどうかなという感じなんで、まあ、12月まではね今の子が、えー、いてくれるんで、えーまあ、12月まではまあ安泰ということで,であとはまあそれまでにねちょっとな慣れていただいて、えーまあ、経験者なんでね、まあ、すぐ多分できるようになると思いますけれども、えー、まあその間にもう一人ね、えー、見つけないといけないかなという感じですね。 まあどうしても学生さんだとね、あの、扶養控除の、えー、枠、ね、103万円の壁に、えー、がネックになってくるんでね、時給はね、こっちはバン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 上げてきてるのに、政府の方がね、日本、日本国の方が足引っ張ってね、未だに103万円の壁、えー、等になってね、何々の壁っていうね、えー、年収の壁、ね、えー、がありますので、これはね、本当に2024問題ね、えー、の、 話もありますけれども、まあ飲食業界ね、えー、学生さん等をね、雇って店を回してるね、えー、店にとってはね、本当に死活問題だなというのね、その1 0万円の壁、ね、不控除の壁がある限り、時給を上げても払える金がね、限られてくるから、まあ学生の方も稼げないし、で、まあ時間をね、かけずに元をね、こんだけ えー、20日入ってたのがね15日で同じ金額を稼げるよっていうのはなるかもしれないかけれども上値をね置いたい人にとってはねうわーっと稼いでおいでね車買いたいとかバイク買いたいとかいう子にとってはねもうほんとなんだこのルールはっていうようなね、えー、感じになってしまいますのでもうさっさとねもう2024ね迫ってんのにねさっさとなんかやれよと50万円ね、えー、なんか。 上げますよっていう話はあったけれどもそうじゃなくて扶養工場の、ね、壁をなんとかしてくれよというのが、ね、現場の意見ですね。まあ、これは今どこの、ねえー、飲食店、飲食業界とかまあいろんな業界に、ねまあ、全部そういう学生さんとかアルバイト、ねえー、に頼っているような商売を、ね、されているところっていうのは、ね、全部、ね、当てはまるような問題だと思いますのでこっちは、ね、あの金額をどんどん上げてね、えーこう 時給もね、あの、いっぱいね、給料を稼げる、ね、バイト代を稼げるようなえ仕組みを作ってもですね、政府がそうやってね、足を引っ張ってしまうえわけなので、まあ、それじゃあね、意味ねえやねえかと。時給上げたってね、どうせ上限決まってんだから、えー、入れねえよっていうふうになっ,なっちゃいますので、えー、そこ、はい、なんとかね、してくださいという話ですね。まあ、そうじゃなかったらね、もう一人、えー、もう泣いたらもうね、もう一人、もう二人っていうふうにね、 大きいってことこだったらもう際限なくね本当に人数を揃えないといけないっていうふうになっちゃいますもんねそうじゃなくても今一人ねあの採用するのがめ,めちゃめちゃもうハードモードをね、えー、超えてねヘルモードになってますので、えー、もうね本当にどうすんのという世界観ですからねはいというわけでねもう本当今後どうしていくかというね問題が。 山積みでございますという感じです、ね、はい、えー、といとうわけでね、まあ、人手不足問題と、まあ、そのね、あのー、103万円の壁、えー、扶養工場の壁っていうのが、ね、ありますけれども、まあ、これをね、解消しない限りは、もう本当に飲食店にね、明日はないなというようなねところまで来てると思いますし、人手不足倒産もね、まあ、田舎では加速すると思いますし、えー、最近で言ったらですね、あのー、業者さんと、ね、話してたら、 最近もう下関もね、ラーメン屋さんの廃業がね、えー、もうなんか増えてるよーっていうね、話を聞いて、うわー、そうなんだーと思ってね、まあ、ラーメン屋さんが大変っていうね、ニュースはこの間もね、やっておりましたけれど,けれども、まあ、うちでもね、えー、ご紹介というかね、動画を一本撮りましたけれども、やっぱ1000円の壁っていうところでね、田舎ではどうしても、えー、ラーメンね、1000円超えたら高っていうね、やっぱりまだ流れになってますので、 やっぱ厳しいですし、まあ、さりとってね、えー、値上げはできないけれども、えー、経費はねバンバンバんバンかさでおるわけですし、まあ、ちゃんとスープを取ってね、えー、仕込みをしているようなところだともう全くね、えー、やっちゃおれんわっていうね話になってああもうやめようっていうふうに、ね、なるわけでしょうし、まあ、これはねラーメン屋さんだけではなく、まあ、こうやって、ね、うちみたいな居酒屋業界も、まあ、同じようなね状況に、まあ、これからなっていくんだろうなと思いますのでね。 えー、大変だと思いますと。まあ、とりあえず、あの、扶養控除の壁をなんとかしてもらわないと、採用人数をね、増やさないといけないから、えー、なかなかね、シフトを組むのが大変だというね、えー、お話でございました。はい、えー、というわけでね、あの、昨日のね、ここみちゃん降臨からね、いやー、本当にね、えー、もう、木村京にね、入信しますと。<laughs> ね、木村京都としてね、もう、これから生きてまいりますというようなね、もう、本当にここみちゃんのね、えー もう、強運というかね、え当、ー、運気爆増でね、えー、無事ね、えー、いいこともね、ご縁をいただきましてね、もうココミ、ここみ、ここみ神様ですね、本当ありがとうございましたとね、もう、すっぽん神様に引きね、続いて、えー、木村京にね、入信しまして、えー、ここみ神様をね、えー、こう、も、まあ、ね、<laughs> やっていきたいと思いますと、拝んでいきたいと思いますというね、感じでございました。はい。 えー、というわけでね、SNS の方もね、えー、ここみちゃんのおかげでね、えー、びっくりするぐらいね、バズってね、ツイッター、Twitter、でね、2.2万ビューってね、驚きましたね。えー、で、えー、100リツイートで500いいね、いただきましたし、えー、インスタのね、えー、ショート動画の方も1万、2万ぐらいいきそうですかね。えー、で、YouTube の方も、YouTube ショートの方も1万超えそうな、ね、勢いなんでね、いやー、本当にここみちゃん様々だなと思いながらね、 本当ありがととうございましたといやほんとね、運気がガラッと変わってきたなと、なんか、すべてね、本当に全部うまくいく、過去、換気みたいなね、流れになっていたなというような感じでございます。はい、というわけでね、えー、もう一人ね、採用枠がありますので、えー、もう一人ね、良いご縁に恵まれたらいいなと思った一日でもございました。 えー、とりあえずね、えっ、ー、と、最悪ね、えー、週4営業はできるな、という形がね、まあ整、整いましたね。え <laughs>、12月で、まあ、今のね、若い子が卒業した後、来年ね、どうなるかなと思ってましたけれども、まあ、最低限確実に週4営業はできるようなね、人員は確保できたな、ということなんで、ああ、よかったという感じですね。で、あともう一人、 採用ね。決まったらまあ、集合営業はできるなという感じなんで、もうなんか、えー、シフトを食うのはね。大変だし、もうこの形でいいかなっていうね、えー、感じになってまいりましたね。もう週休2日で、えー、そうしたらね。まあ、どの、えー、日曜、月曜日は休みにして、そうしたらあ学生とかね。まあ、そういう若い子だったらこう。確実にね。2日あの遊べる日があるっていう風になると。まあ集中してね、えー、まとめてここがそこの。 働く日にね、バーとバイト稼いで帰ってで、確実に休める日は2日間ありますよということで、まあ、その間にね、えー、用事もできるし、遊びもできるし、デートもできるというような感じもね、あるので、えー、ワーク,ワーク、えー、ライフバランスですね、えーまあ、いうのも、えー、ね、実現しやすい、ね、状況になるんじゃないかなと思いながらね、まあ、自分自身も、まあ、週休2日でね、やって、まあ、1か月ね、やってみましたけれども、 ああ、やっぱちょっとなんかあの気持ちの面でね、楽だなって、まあ体の面でも気持ちの面でも楽だから、ちょっと余裕がね、えー、生まれるし、まあ、過去動画でもね、話しましたけれども、えー、余力を作るね、ことが大事だっていうね、風に話しておりましたけれども、結構週休2日の効果っていうのはね、あい,い,いい面もあるなという感じでね、まあ、まあ、その代わり売り上げはね、下がるわけなので、えー、明けてる日はしっかりね、売り上げを作らなければ、まあ、それだけで積んじゃいますからね。 えーまあ、週休2日制で、えーまあ、コロチャンカみたいな感じになると、一発でね、あのー、支払いができなくなってもつんでしまいますので、まあ、常にね、まあ、特に週末は一発もね、一日も外せない状況になりますからね、と、えー、いう感じですね。どっちがいいんだなという感じですね。まあ、個人的にはもう、週休2日でもいいかなという感じですね。まあ、それだと本当に、あのー、今ね、あの採用費の方もね、 結構バカにならないし、えーまあ、シフトを組むのもね、このさっき話してたね、扶養工場の、ね、壁等もあり、103万円の壁等もありますので、非常にシフトも、ね、組みにくい状況になってますので、まあ、そういうのはあんまり関係ない、ね、扶養に入ってないような方を採用できたら別に,その、ねえー、別に集合でも収録でもいいわけなんでしょうけれどもね。えー、まあ 一応ね、まあ、持続可能な、えー、店舗運営を考えると、まあやっぱ学生さんとか若い子がね、えー、働いてくれるね、えー、ことを考えて、えーまあ、大体週3から週4。で、これ、このままね、扶養の壁をね、変えずに、時給だけ上げていったらですね、もう週3でも厳しくなるかもしれないので、そうなったらどうするんよって感じですよね。最低賃金を上げてるんだったら、扶、え、養、ー、の、ね、壁も上げないから、上げないといけないわけなんでね、もう本当にその辺はね、 速急の早急にね、どうにかしてほしいなと思うわけですという感じですね。はい。えー、というわけで、えー、来年以降もとりあえずね、えー、週休3日のね、えー、まあ週4営業はえ確実にできる体制にちょっとランクアップしましょうと。えー、昨日までだったらね、あ来,来年はもう、ね、えー、どうやって生きていこうかなという世界観でしたけれども、一気にね、えー、週4は確実に。 えーね、営業できるようなな形になりましたという感じです、ねでまああとはね、あのー、早めにね覚えていただいて、えー、戦力に、ね、なってくれたら嬉しいなとまあでもすぐできそうな、ね、感じの子だったんで、まあ、多分大丈夫だと思いますけれどね、まあ、こればっかりは、えーね、予想でできるからうちでできるかっていったらまたね、あのー、違いますからね <laughs>、えー、実際働いてみないと分かんないからね、まあ、こればっかりは働いてもらって、まあ、お互いがね納得して えー、OK ならね、えー、続けて、ね、頑張ってもらいたいなという感じにしないとね、まあ、お互い、誰もね、あの幸せになれないので、えー、まあ、話し合いをしながらね、やっていきたいと思いますという感じですね。はい。えー、というわけでね、もう、ここみちゃんね、木村家の、えー、もう日本、えー、日本ね、最強のオーラをね、お裾分けいただきましたので恵んでいただきましたのでね、運気爆増ということでね、 まあ、なんとかなりそうな気がしてきましたね。なんとかなるっていうかね、えー、なんとかするとかじゃなくても、なんとか普通になりそうなね、まあ、そんな、えー、テンションになってきましたね。はい。というわけでね、いやー、嬉しかったね。まあ、今日は本当に良いご縁がありましたので、ありがたかったですというね、お話を、ちょっとね、あのネタを書いて、えー、明日話すような、ね、ネタでしたけれども、えーまあ、10月、ね、9日ですけど、の話じゃないですけれどもね。 ああ、よかったというね、お知らせでございました。はい。というわけでね、本当に週4は確実に営業できるね、形にできましたので、あともう一人、ね、良い方をね、採用できたらね、トリマーもね、飛躍の年になりそうなので、えー、人手ね、不足、父さんともね、おさらば、えー、ということで、私のね、ストレスフリー、安眠を取り戻すということに、ね、なると思いますのでね、 ストレスが一番のね、敵で,ですからね、まあ、あと人手不足、ね、人がいないというのがね、一番、えー、経営者にとってね、もう本当地獄の苦しみなので、えーまあ、それから解放されるというのはね、もう本当に、えー、ストレス取りになれると思いますので、えー、あと一人ね、頑張って面接していきたいと思います。はい、というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、えー、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。で、はい、終わります。